皆様おはようございます。それでは朝の挨拶をお互いに交わしていただきたいと思います。はい、それでは、皆様どうぞお立ちいただきまして、お互いにご挨拶をしてください。それでは皆様、賛美歌礼拝を始めましょう。賛美歌を持って神様を賛美したいと思います。希望の賛美歌194番、朝風静かに吹きて、194番です。
次の賛美歌は216番です。見許しあらずば、希望の賛美歌216番です。次の賛美歌は339番です。339番、飼い主我が主よ、希望の賛美歌339番です。
それでは次の賛美歌は378番です。移りゆく時の間も378番です。それでは、テーマソングを共に賛美して安息日学校を開校したいと思います。どうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今日このようにして安息日を覚え、この会堂に集うことができましたことを感謝いたします。この今から始まる安息日学校のひととき、どうかあなたの御言葉に耳を傾け、私たちの心を養ってください。イエス・キリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。本日も安息日学校にお越しいただき本当にありがとうございます。本日、ご奉仕させていただきますのはピアニスト加藤久子さん、また司会は後藤が務めさせていただきます。安息日学校からのお知らせです。週報をご覧ください。本日は11月生まれの方の誕生日献金を捧げる日となっております。どうぞ11月生まれの方は、ご準備ください。本日礼拝直後、聖歌隊室にて拡大役員会を行います。
役員の方はお覚えください。9時30分までに出席された方には出席シールを配布しております。どうぞ皆様ふるって集めていただければと思います。それでは本日の特別賛美歌をお願いしたいと思います。本日の特別賛美歌は石川奈美さんによりましてピアノの演奏です。賛美歌の90番ここも神の御国なれば、石川奈美さんから、メッセージを言づかっております。お読みさせていただきます。今日お捧げする賛美歌は90番ここも神の御国なればです。この賛美歌を天国で賛美するときはここもではなくまさにここは神の御国と歌われるだろうと思うといつもワクワクしてきます。千千万万の天使の方々と救われた多くの方々の大合唱の中に招かれている喜びと力、そして大きな希望が与えられるこの賛美歌を今日皆さんと一緒に賛美できることを感謝いたします。それではよろしくお願いします。心の現れる特別賛美歌、本当にありがとうございました。それでは、暗唱聖句を、したいと思います。本日は、第6課です。覚えてこられた方、どうぞお立ちください。短いので、今さっと覚えてお立ちいただいてもよろしいかと思います。はい、では
三杯。そして私がこの力上げられる時に私のところに引き寄せるであろう。ヨハネ 12-32。 ありがとうございました。それでは、全員の皆様お立ちくださいまして、共に暗唱聖句をしたいと思います。三杯。そして私がこの力上げられる時には全ての人を私のところに引き寄せるであろう。ヨハネ 12-32。 どうぞご着席ください。皆様ありがとうございました。この後は、聖書の学びの時間となります。文休となります。今日は間違えました。誕生日研究がありました。ちょっと前後間違えまして、誕生日研究が、ございます。本日11月生まれの誕生者の誕生日献金となっております。どうぞよろしくお願いいたします。では東教会牧師の高橋由紀先生に祝福のお祈りをしていただきます。それではお祈りをいたします。天におられます父なる神様、神様は私たちに命を与え、またその命をご支配しておられます。今日も私たちに命を与えくださり、この安息日を迎えることができましたことを心より感謝いたします。今日は特別に11月に誕生日を迎えられた、またこれから迎えられる皆様のことを覚えてお祈りいたします。これまでのお一人お一人の人生の歩みの中で神様と出会わせてくださり、そしてまた今日までお守りくださいましたことを感謝いたします。私たちの人生を確かに導いておられるのは神様です。どうぞこれからの歩みにおいても神様が一歩一歩行くべき道を示してください。そして神様の守りとそのご支配の中で、その祝福のうちに歩ませてくださいますように、この祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖書の学びの時間に移りたいと思います。文休となります。どうぞそれぞれのところに分岐をされてください。会堂は長老の西野先生に、となります。よろしくお願いします。皆様おはようございます。それでは、
聖書研究ガイドの学びを始めたいと思いますが、お祈りをして始めたいと思います。お祈りいたします。天の神様、だいぶ気温が下がり、肌寒い日となってまいりました。私たちの健康を支えて、ここにあなたの御言葉を学ぶために集まりましたことを心から感謝いたします。どうか、この学びの時間、あなたが私たちの、心を開いてくださいまして、また私たちの、考えを、クリアにしてくださり、あなたの御言葉を正しく受け入れ、理解する、ことができますように、ここにいらっしゃる方々、またオンラインを通じて参加してくださる方々の上に、あなたからの、聖霊様が下り、そして、私たちに必要なメッセージを与えください。はじめにあたり感謝して、キリストイエス皆を通してお祈りいたします。アメン。はい、今日はだいぶ時間があるので、と言ってももしかしたら時間全部使っちゃうかもしれませんが、早く終われば休憩ということでお願いしたいと思います。で、今期はですね、この教区がですね、ヨハネによる福音書の主題ということで、でもう今日6巻になります。1ヶ月以上学んできたので、で皆さん、ご気づきになったと思うんですけども、先期は何学びましたっけ。先期マルコによる福音書ですね。ですからマルコを学んで次ヨハネかと、なんか福音書が続きますよね。これまでの教科のパターンですと、聖書の何かの章をね、集中的に学ぶ期と、なんかこうタイトル、テーマを決めて、そのテーマについて学ぶ時とあると思うんですね。でなんとなくこう交互に来てたと思うんです。でも今回ですね、マルコを学んだら即ヨハネと、この書の学びが2回続き、しかも前は新旧約聖書で、今度新約聖書とか、ちょっとこう離れてる聖書の書じゃなくてですね、皆さんヨハネとマルコの間には1個しかないですよね。それもルカによる福音書ですね。ですから福音書を2期連続学ぶってのはちょっと異例なことだと思うんですね。はい、ね、聖書の書を2回2期連続学ぶことも異例ですし、なんと近くの書、しかも同じ福音書を2期連続学ぶことも異例ですし、さらに異例なことはですね、皆さん先期の著者を覚えてます。マルコの著者はシェパード先生ね、覚えにくいですから、シェパードって日本語で羊飼いなんで、羊飼い先生ですね。羊飼い先生が書いたマルコを勉強したんですね。ですから今度はヨハネだから違う人が書くのかなと思ったら、なんとこの羊飼い先生共同著者になってるんですね。はい、だからまた羊飼い先生と思ったんですけどね。でも共同著者ですからもう一人いるんですけども、どうも話によると共同著者ですけど、そのシェパード先生ね、羊飼い先生じゃない人の方が大部分を書いたというふうに聞いております。ですのでまた羊飼い先生かと思ったり、また福音書かと思ったんですけど、皆さんもう6巻まで来ましたから大体分かったと思いますけど、ちょっと先期とは違いますね。まず決定的な違いが、題が違います。先期の題はマルコによる福音書ピリオド、ね、マルコによる福音書で終わってたんですね。で今期の題はヨハネによる福音書の主題と、その主題ってやつが入ってますね。まあ、主題ってなんか難しいですけど、英語で言うとテーマですね。まあ、発音悪いですね、テーマですけども、テーマですから、前は単純にマルコによる福音書を学んだんですけど、今期はヨハネによる福音書のテーマを学んでるってことなんですね。ですからそれからだいたい予想がつくと思うんですけど、マルコによる福音書って書いたら、やっぱりマルコによる福音書を学ばなくちゃいけないんで、1章から
ね、確か16章でしたね。順番に少しずつ学んできました。で、今度はヨハネによる福音書のテーマですから、必ずしも順番には学んでません。その証拠になんと一家で出てきた暗証聖句第何章覚えてますね。え、一家だから一章ぐらいから、しかもヨハネの一章って有名じゃないですか。初めに言葉があった、大体そのあたりから暗証聖句来るんじゃないのと思ったら、なんと20章から来てるんですね。20章で、それがこれです。ヨハネによる福音書20章の30と31、これが一家の暗証聖句でした。あなた方がイエスは神の子、キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。で、第1課の冒頭にですね、土曜日にヨハネによる福音書が書かれた理由はこれですよと、著者はばらしてますね。いろんな学び方があって、こう、これ学んで、これ学んで、あれ学んで、あれ学んで、そして結論っていう学び方もありますけど、今期の学びはですね、まず結論が最初に来てます。ヨハネによる福音書は何で書かれたのっていうとですね、皆さんがイエスは神の子キリストであると信じる、そしてそう信じることによってイエスの名によって命、これは永遠の命ですね、得るためだよと。ですからヨハネの福音書が書かれた理由はこれですね。イエス様を神の子キリストであると信じてほしい、そしてそのイエス様の名によって永遠の命を得てほしい、まあ、これがですね、ヨハネによる福音書が書かれた理由だと、もう最初の最初で著者はですね宣言してるわけですね。まあ、ヨハネが宣言したのは20章ですからね。皆さん、ヨハネって何章あるかご存知ですか？21章。だからこの後に出てくるのが21章が、シモン・ペトロよ、私を愛するかってところですね。ですから20章ちょっと付け足しみたいな感じですね。ヨハネの理由を福音書を書いた理由はこれだよと20章の最後で宣言してるんですけど、それに付け足して21章があって、多分その学びは今後来ると思いますけどね。ですので、もうヨハネによる福音書がこのために書かれたってことが最初に宣言して、でその宣言がどうして正しいのかを少しずつ今学んできてるところですね。で、これまでのおさらいをすると、まあ、もう一回書きますね。ヨハネによる福音書が書かれた理由ってのは、ヨハネによる福音書を読む人が1、イエス・キリストは神の子、または神、ね、神の子ですから神様でありますね。イエス・キリストは神、神の子であると信じてほしい、ね、読者にそうなってほしい。で2、神の子だけじゃなくてイエス・キリストは救い主である。ここがメシアって部分ですね。キリストとかメシアっていうのは救い主って意味ですからね。救い主であると信じてほしい。そして3、でこの2つを信じることによってイエスの名によって信仰によってですね、命を得てほしい。これは永遠の命ですね。まあ、これがヨハネによる福音書が書かれた理由だということを冒頭に学びました。で、これがなんでそうなのかってことをヨハネによる福音書はこういろんなところで徐々にこう積み上げていくわけですね。でまずちょっと戻りますね。イエスは神である、神の子である、そう信じてほしい。でただ信じてよじゃあね、誰も信じないですよね。何かを信じるには根拠が必要なわけです。でその根拠が何ってのをこれまでちょっと学んできました。でまず最初にイエス・キリストが神の子であることの根拠、でこれは主に奇跡ですね。イエス様は神様ですよというと、人間と神との違いは人間は力がない、神には力がある。ですから人間には当然持ち合わせてないような力を持ってますって証明することが、この人は神だと、ね、神の手とかって言いますよね。これは人間には到底できないことをやると神の手になっちゃうんですね。あとなんか最近よく神対応とか使いますよね。普通の人間じゃこんな対応できないのに、こう人間を超えた存在ならできるだろうって神対応ですね。ですから人間が普通できないことをやっちゃうと、まあ、ある意味神様のであるという根拠になるわけですね。でいろんなものがあるんですけど、
著者はですね、ここまでにこの4つを出しています。1つは5000人を5つのパンと2匹の魚で養う、これすごい奇跡ですね。5つのパンと2匹の魚で5000人を養ったら、そうですね、普通に考えるとパンの割り当ては何グラムって話ですよ ね。魚もある人は鱗だけとかっていう話ですよね。でもこれは5000人の人がみんな、5000人の男だけですね、男だけで5000人がみんな満腹になったと。余ったら12のカゴにいっぱいになったと。はい、まあ、この奇跡、これは人間には到底できないでしょう。あと2番目は盲人を癒す奇跡をしましたね。でこれは単に何ですか、この事実だけじゃなくて霊的な意味も入ってる。ですから5000人を養ったのは、これは肉体的に養うんじゃなくて、神様はスピリチュアルですね、霊的にも養える、いいですかね。ですから5000人をこう霊的にも養える神様だっていうところですね。で2番目の盲人を癒す、これは見えない人を見えるようにしたんですね。でここにも霊的な意味合いがあって、まああれですね、霊的に見えてない人を見えるようにしてあげる、これも神様の証拠だということですね。で、まあ極めつけの神である証拠は、死んだ人を蘇らせちゃったと、ラザロですね。しかもね、亡くなってその日に蘇ったなら、それってイカ様じゃないのとかなりますけど、死んで4日も経ってて、お墓の中でもう匂ってたって人ですね。その人が蘇っちゃったわけです。死人を復活させた。でこれはスピリチュアルに意味がありますね。罪を犯した人も許して復活させることができるという。で4番目はイエス・キリストが神のである根拠は、まあ、これがヨハネの第一、ヨハネによる福音書の冒頭の序文のところに出てくる、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという、まあ、イエス・キリスト、まあ、これは証明というかですね、ロゴスという言葉が使われてますけども、イエス・キリストは永遠の存在だよと、まあ、こういうことからですね、イエス・キリストは神である、神の子であるという、まあ、根拠をちょっと気づいたわけです。で次にやったことは、イエス・キリストは神じゃなくて救い主、メシアでありますよという、根拠ですね。これもやっぱり奇跡なんですけどね、この人を救うような奇跡をしているということで、イエス様は人を救うことができるメシアである。で、一番最初のイエス様の奇跡というのが、このカナの婚礼でですね、水をブドウジュースに変えたと、これがイエス様の最初の奇跡ですね。でこれはですね、出エジプト記と絡んでまして、必要な水、ね、必要なものを与える命の水である、そういうことが全て絡んでるんですけども、最初の奇跡からですね、この人を救うためのことに関連するような奇跡を行ったわけですね。で2度目の奇跡っていうのが、カペナウムの役人の息子の病気を癒す、これが2度目の奇跡で、この時はですね、治してください、はいどうぞじゃなくて、治してくださいって言ったら、あなたは信じてないでしょ、ね、信じてないなら治んないよって言った時に、この役人が自分の不信仰だったということに気がついて悔い改めるわけですね。そこでイエス様ごめんなさい、私は信じます、その瞬間に息子が癒された。ですから単純に肉体の問題を癒しただけじゃなくて、スピリチュアルな問題も癒したわけですね、2度目の奇跡で、まあ、こういうことが肉体も癒し、霊的な癒しもできる救い主、メシアであることの根拠ですね。で3番目に出てくるのが、このベテスダの池での病人を癒す奇跡、まあ、たまたまこれは安息日に行った奇跡ですけどね、これはもう尋問も何もすることなく動けなかった人ですけどね、パッと癒してあげたわけです。生まれた時からずっと持ってたこの問題、それをベテスダの池に転がって治ろうという、本当に根拠のない
そういうことにまですがりついていた人をイエス様は何の質問もなく無条件に癒したわけですね。こういうことがイエス・キリストが救い主メシアであることの根拠であるよということをこの著者は書いたわけです。で最後にですね、3番目ですね、ちょっと戻りますけども、信じることによりイエスの名によって命を得る目的ですね。で信じることによって命を得た、得られるってことはどうやって証明したかっていうと、そういう人たちがいますよと、イエス様を信じることによって永遠の命を得た人たちがいる、ね、ですからイエス様が神だ、イエス様がメシアだって説得しただけじゃなくて、イエス様を信じることによって人は変わり永遠の命を得ることができるんだ、でそれはどうやって証明するかっていうと、そういう人たちがいましたよということで証明しようとしたわけですね。で一番最初に出てくるのがバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネっていうのはイエス様のために道を備えたから、別にイエス様がバプテスマのヨハネを救ったというイメージはないんですけども、でも教科を学ぶとですね、バプテスマのヨハネはイエス・キリストによって、イエス・キリストの道を備えることということによって、イエス・キリストのこの救いを学んだと。それから2番目に出てくるのがイエスの弟子たちですね。まずイエスの最初の弟子は、これ最初はヨハネの弟子だったんですけどね、アンデレがイエス様の最初の弟子ですね。で次のヨハネがヨハネによる福音書を書いたヨハネです。でヨハネの言う福音書の中には自分だと言ってないんですけど、二人って書いて何気に私ってこうサジェストしてるんですけども、アンデレとヨハネがバプテスマのヨハネの弟子だったんですけど、バプテスマのヨハネがイエス様を、ね、世の罪を取り除く子羊って言った瞬間に乗り換えたわけです。でその乗り換えたアンデレとヨハネがペテロを招き入れ、そしてピリポを招き入れ、でピリポが友達のナタナエルって人に言ったら、ナザレから何のいいものが出ようかって言ったんですけども、まあ、とりあえず会ってみなさいって言ったら会ってみて、イエス様はですね、あなたをイチジクの木の下で見た、お祈りしてたでしょって、なんで知ってるのってことで、ああこの人はもう普通の人ではないってことで、もうイエス様に従うようになったわけですね。でニコデモはパリサイ人でサンヒドリンの議員で、もう全然イエス様と敵対してたグループの代表みたいなもんだったんですけども、夜中にこっそり来てイエス様と話をしたらですね、なんか褒められると思ったら全くけなされて、あんた学者のくせにこんなこと分かんないのとね言われて、多分年齢も若く知識的にも自分がの方が上だと思ってて、イエス様にそんなこと言われたんですけど、まあ後々見ると分かります、その時どうしたかは書いてないんですけど、後々見ると今日も学びますけども、受け入れたわけですね。で先週はサマリアの女と町の人々、まあ、この人たちがイエス様と出会うことによって変えられた、まあ、これがですねイエス様を神メシアと信じて命を得た証人たちですね。でこれ興味深いのは、私ここに書きましたね、すべての階級人種を含む、まあ、この2番目のリストは漁師さんとかガリラヤの人たちで、おそらく一応ガリラヤユダヤ人の中に入るみたいですね、ギリギリ。でもその中でも階級の低い人たちですよね、はい、要するにユダヤの中で階級の低い人たちからイエス様を受け入れてた。じゃあ階級の低い人たちだけの救い主なのって、そんなことないですね。ニコデモも入ってるんですね、階級の高い人たちも入ってる。でサマリアの女、もっと町の人々、先週学びましたね、サマリアの人たち、ユダヤ人たちは異邦人以下と見てたんですね。異邦人も軽蔑してましたけど、それ以上にサマリアの人たちを軽蔑してました。要するに北と南に分かれて、北王国がねアッシリアと混ざっちゃって、要するに神の民の純潔を守れなかったとんでもない人たちと見てたわけですね。ですから異邦人以下ですよ。でそういう人たちにもイエス様はこの命を与えられる、もう全ての階級人種を含むってことですね。あともう一個繰り返し出てくるテーマが、
ただこういう同じ光を見てもですね、このようにイエスを救い主として受け入れる人たちを見れば、不信仰から受け入れられずに命を失う人たちもいたってことですね。これはこの今期のテーマ教科の中で繰り返してできます。同じ光を見ても受ける人と受けない人がいる、まあ、それは個人の選択だよっていうスタンスですけども、まあ、それがここまでのあらすじですね。ということで、だいぶ長い間これまでの学びをおさらいしちゃいましたけど、いよいよこれから今日の学びに入っていきたいと思います。ですから今日の学びはどっちかというと続きです。こういう人たちがイエス様の証人として、証人としてイエス様の救い主であるということを証明してきた、ね、人の命を、人の人生を変える力がある方は神であり救い主でしょうという話ですね。でその話の続きが今日です。でちょっとこの証って言葉に気をつけていただきたいんですけども、実は日本語全部証になっちゃうんですけども、英語には証が2つあります。一つはテスティモニーっていう言葉ですね。これ証って訳すんですけど、もう一個はウィッネス。これどっちも証になっちゃうんですね、日本語に訳すと。ちょっと意味合いが違います。テスティモニーとウィッネス、ちょっと意味合いが違いますね。まあテスティモニーって何かというと、何かを裏付けるための証拠、まあ、裁判とかでねテスティモニーを出しなさいっていうと、裁判の、まあ、資料となる証拠を提出、これテスティモニーですね。でウィットネスっていうのはどっちかというと人ですね。裁判のウィットネスっていうと証人ですから、はい、私はこれ見ましたよ、この人悪いことしましたよって、これウィットネス。でも、はい、殺人現場に指紋がありました、これはどっちかというと証拠、テスティモニーですね。ちょっとその違いがあるんで、まあ、それはまた後で話しますけども、その辺ちょっとですね、分けて考えるともう少し理解しやすくなるかと思います。で今日のイエスについてのさらなる証っていうのは、この証はテスティモニーですね。で土曜日のところからちょっと毎日さらさらっと言って最後にまとめたいと思いますけど、まあ、イエス・キリストは、自分は何者か、誰に使わされたか、どこから来たのか、何のために来たのかってことをずっとこう語られたわけですね。でも語っただけではなくて、行動とかですね、印、まあ、印っていうのは奇跡によってですね、常にそのイエス様は自分のおっしゃった言葉を裏付けされた、まあ口だけで行動が伴わない人いますけど、イエス様はそんなことなかったわけですね。こう大胆な発言をしました、自分について。でそれを裏付けすることをずっとされてきたんですね。でこの同じことを聞いても見ても、まあ、人は違う反応をするわけですね。イエス様は自分について語り、それを証明するための証拠をいろいろこう出してきたわけです。やることって。でもそれを見ても、ああイエス様は救い主だ、神だって信じる人もいれば、いやいやいやこの人は違うよねと、まあ、そういう人が違う反応をするってことですね。これは今期学んでいるテーマの一つですけどね。で今週の学びはですね、イエス様に会って変えられてイエスの証をした人たちが、メシアなるイエスのことをより明確に描いているところを学ぶ。ですからすでにこれまで学んできたんですけど、今日はさらに学びましょうというところですね。でどっちかというと今日は人がイエス様によって変えられた人がイエス様が救い主であり神であるということを証明する。ですからその人の事例の学びですね。でそれをこの月曜日から、すいません、日曜日からやることになっているということがこの土曜日に宣言されています。でこの人の学びですけれども、まず最初に出てくるのが日曜日、日曜日は魂の宣教者、再び証しするバプテスマのヨハネ。でここの証しはですね、テスティファイ、テスティモニーの方なんですね、英語によると。で、バプテスマのヨハネも一回出てきましたよね。イエスの道を備えるために、自分の役目をよく分かって、
奉仕した人だと、素晴らしいということで、あのバプテスマのヨハネの最初の働きはイエス様が神であることの証拠の証というふうに学びましたけど、今回2回目で、これはあの最初じゃなくてヨハネの働きの後半の方でも再びバプテスマのヨハネはイエス様を明かしたよということですね。で、バプテスマのヨハネはイエス様の道を備えるという意味で大々的にデビューしたわけですね。荒野ですごい格好して、ね、悔い改めよ、天国は近づいた、これイエス様と同じメッセージですけど、そしてたくさんの人が集まったわけです。みんなそれを見て、あなたはエリアですか、あなたは救い主ですかって聞いたら、まあね、ちやほやされれば、そう、私救い主よと言いたくなるのが人間なんですけど、そこはしっかりと、いや、私は救い主ではないと、私は救い主の準備をしているもので、で本当に来る救い主は自分よりももっとすごい人なんだと言い続けたわけですね。でその後イエス様が現れて、バプテスマのヨハネにバプテスマをお願いして、いやいやいや、私はそんな値打ちもないって言ったら、いや、御心であり預言ではそうなってるって言って、イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたわけです。そしてそこからですね、イエス様の交渉会が始まったわけですね。で当然あのイエス様の方にね、アンデルもヨハネも鞍替えしたでしょ。まあ、そういう人たちいっぱいいたと思うんですね。ヨハネのお弟子さんからイエス様のお弟子さんになる人もいたし、イエス様がこう大々的に活躍するとどん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 人が集まってきて、ヨハネの弟子は減っていく一方、イエスの弟子は増えていく一方、ね、そうするとヨハネの弟子は嫉妬するわけですね。先生、これって変だと思いませんか、うちらの方が先なのに、なんで後から来たあの人があんなに人気があるんですかと。そしたら、そうだよなと言うんじゃなく、ね、バプテスマのヨハネはしっかりとですね、自分はキリストではないと。で、自分が神から与えられた使命は、そのメシアであるキリストを指し示し、キリストのために道を備え、キリストについての証人となることだと理解していると。要するに自分は主役でなくて脇役だということを常にこう意識して働いてたということですね。そしてですね、そのヨハネの証によって、ヨハネは常に自分の方向にですね、人を向けるのなくて、自分の働きは常に人々をイエス様に向かさせることだということをね、知っており信じており実行したわけです。その結果ですね、たくさんの人がイエス様に導かれたわけです。ヨハネの話を聞いて、イエス様の噂を直接聞きますけど、ヨハネがイエス様を救い主だと立てたことによってですね、たくさんの人がイエス様に導かれた。そういう意味でですね、ヨハネはイエス様の証人になったわけですね。そしてこのヨハネが、ヨハネのアシストによってですね、イエス様に導かれた人たちがイエス様を信じて永遠の命を得る道を作ったわけですね。この世に生まれたものの中でバプテスマのヨハネよりも偉大なものはいないと、イエス様から最大の賛辞をもらったバプテスマのヨハネはやっぱすごいですね。ちやほやされてこう天狗になるのが人間なんですけど、そういうことをされてもしっかりと自分の役目を見据えて、イエス・キリストを立てて、イエス・キリストのために奉仕するということを生涯、貫いたわけですね。ですから最初のイントロダクションもこうイエス様の証人になったんですけど、その後も崩れることなく最後まで、で皆さんご存知のようにヨハネの最後はですね、捕らえられて、ね、投獄されて、そして首をチョキンと切られちゃうわけですね。まあ、人間的な話をすると非常に無残な最後、哀れな最後ですけども、でもその先に何があるかは皆さんもご存知ですし、ヨハネ自身も知ってたと思います。ですのでヨハネはですね、先立ってイエスの道を備えたんですけど、それだけじゃなくてですね、イエス様の宣教活動が始まってからも
こうどんどんこう栄えていくイエス様に嫉妬することなく人をイエスに導くですね証人になり続けた、魂の謙虚さ再び証しするテスティファイするバプテスマのヨハネイエス様のことを証ししたヨハネということで、まあ、このヨハネの一生こういうことができるヨハネがこういうことができたイエス様っていうのはやっぱり救い主だというふうな考え方ですね。そういう意味でバプテスマのヨハネは再びイエス様の証人となっているというのが日曜日ですね。で月曜日メシアについての新たな理解でこれも繰り返して出てきますけれども当時のユダヤ人はですねメシアを単純にローマの圧政から救出してくれる、ね、当時はユダヤはローマ帝国の属国でもう政治もですねとんでもない人が政治をしたり税金が高かった、ね、あとローマの兵隊がいてこういろんなことをしてたわけですね。でこの屈辱からいつかは救ってくれるローマの圧政からの救出を救い主と見てたわけですね。でただ単にローマから救われるんじゃなくてこのユダヤを、ね、神の民の神の国としての偉大な国にしてくれるんだと要するにそういう神の国誤った考えの神の国ですねそういうのを望んでたわけです。でヨハネによる福音書の書かれた目的は、まあ、最初にね神をイエス様をメシア神そして救いって書きましたけども、まあ、そうするためにどうしてもやらなくちゃいけなかったことがこの誤ったメシア像ですね。政治的軍事的指導者だという誤ったメシア像を改めて正しいメシア像それは旧約聖書でずっと予言されている神の子羊としての救い主そしてこの救い主はですね軍事的大国を作るんじゃなくて人間の罪のために贖いの犠牲となってで十字架で、まあ、死んでいく、まあ、そういう救い主だってことを正しくヨハネによる福音書は教えようとして、まあ、ヨハネによる福音書の著者ヨハネはですねそれを常に意識してこのヨハネによる福音書を書かれています。でこの正しいメシア像はやっぱり受け入れた人と受け入れてない人がいます。で受け入れた人たちはイエス様の信仰を得て命を得でこれを拒む人たちは命を得ないわけですけどもこの正しいメシア像イエスがキリストであるという知識はどうやって受け入れるのかというとそれは単純にですね、言葉の論法的な議論ではなくこの御霊の確信させる力が必要神ご自身から与えられる力が必要だってことですね。ただ単に議論的に論法的に論理的に考えてああそうなんだじゃなくてやっぱそれを信じるにはですね神様の聖霊の力はいそれを受け入れた時に正しい理解ができるということですね。ですから自分の賢さに頼って自分で何でも決めるっていうことじゃなくていろんなことは神様の力を得て理解するんだっていう人たちは正しく理解したと思いますしいやいや自分が一番自分の考えで決めるって人たちは理解できなかったと思います。でバプテスマのヨハネは本当にこの自分は備え人だという正しい役割そしてイエス様が誰かという正しいメシア像をまあちょっと誤解したかもしれませんけども大体理解してるわけですね。でそれは当然、神様からの力によってそういうことを理解してたということなのでこう分かれる、ね、同じ光を見ても受け入れる人と受け入れない人これやっぱり神様の導きを信じるか信じないかで違いが出てきちゃうんじゃないかと思います。で、火曜日に移りますとまあ、ちょっと出てきますね。受容と拒絶受け入れることと受け入れないことでこれは5000人を養った後の続編として出てきますね。5つの魚と2匹のパンから成人男性5000人を養ったで話はそこで前回終わっちゃいましたけど実はこれに
ちょっと続編があるんですね。でこの5000人たった5つのパンと2匹の魚から こんなにほぼ1万人多分いたと思うんですけどね、養われた群衆はもう盛り上がるわけです。おお、こんなことできるのが素晴らしいよね、この人はもう救い主間違いない、じゃあ一層ここでねこの人を王様にして一挙に王国を立ち上げようと思ったんですね。でもそういうことを察したイエス様はどうしたかというと、他の聖書を見ると退かれた、姿を消したってことですね。でその姿を消すのもただ消えたんじゃなくて、自分は皆さんにパンを供給したけど、自分が供給できるパンは命のパン、霊的なパンなんだと。ですから地上の、政治的軍事的な王には興味がないってことを、まあ、それでもう表明したわけですね。みんなでよっしゃイエス様王様にしたいとなったときに、はい、イエス様は船で反対側に行っちゃったんですね。はい、船で反対側に逃げちゃったって書いてあります。でこれを見たときにたくさんの人がですね失望したわけです。イエス様を王様にしようと思って、せっかくねこんなに力がある人を自分たちの救い主として持ち上げようとしたのに逃げちゃったと。これ先期の教科でちょっと学んだ言葉があるので後でお見せしますけども、それでみんな失望してこの人ダメ、ね、手のひら返すように見切っちゃったわけです。でたくさんの弟子が去ったと書いてありますね、まあ、何人ぐらい去ったかってまで数字までは書いてないんですけど、多分結構な人たちが去ってしまったんじゃないかと思います。ね、周りにたくさん人がいてこうワイワイチヤホヤされてるのに突然わっといなくなって、ね、最近もいろいろ選挙がありましたね。自由民主党の党首選挙もありましたし、アメリカ大統領の選挙もありましたけど、勝つとみんなでわーってやりますけどね、負けた人はもうパラパラパラっと人がいて、私の力不足でございましたと決まり文句のようで言ってますけどね、やっぱりそういう人はみんなからチヤホヤされるとこう舞い上がるんですけど、いなくなると寂しいもんですね。で多分イエス様のグループもなんとなく寂しくなっちゃったんじゃないかと思います。そんな中ですね、イエス様が十二弟子で、君たちもいなくなっちゃうわけと言ったらですね、そこでペテロが十二弟子を代表して、いえいえイエス様、私たちはそんなことしませんよと、ね、私たちはあなたを本当のメシアだと信じてますから。で実はこの時は本当のメシアという理解がおそらく 50% ぐらいですね。まだちょっといろいろ誤解してたと思うんですけど、 100% 理解してなかったんですけども、徐々に理解してきて、もう見捨てて見切って去った人とは違う理解をしてたわけですね。教会に書いてありますけども、う2年近くイエス様と一緒にいてですね、イエス様の話を聞いて、イエス様の奇跡を見て、ずっと行動を共にすることによって、弟子たちはイエス様こそ真の救い主だという理解が始まってたわけですね。はい、100% 理解はしてなかったと書いてあります。ですから十字架の時につまずきましたけど、でも復活の後にねしっかりと理解して、ペンテコステを経て初代教会を立ち上げたわけですね。ですからその始まりがここにあったわけです。まあ、人が成長するのは時間がかかりますね。はい、なので需要と拒絶、ね、拒絶して去った人たちもいれば、イエス様との交わり体験、まあ、キーワードはやっぱり一緒にいたってことですね。ずっと一緒にいたんで、それを受け入れられるようになったということだと思います。で水曜日はちょっとこれ難しいですけど、父なる神の証で、ここの証はですね、テステモニーじゃなくてウィットネスなんですね。まあこれは父なる神様がイエス様が神であり救い主であるということを証言しているというふうな理解をした方がいいと思うんですけどね。イエス様の働きの始まりはバプテスマだったわけです。ヨルダン川に来てバプテスマのヨハネにバプテスマを受けさせてほしいって言ったら、最初ヨハネはいえいえバプテスマを受けなくちゃいけないのは私の方ですって言って、
ったんですけど、いやいやこれはね御心だからということで、でここでですね、子なる神のイエスさんがバプテスマを受けたところに天から父なる神の声があり、そして鳩のようなものが下ってきて、これは聖霊ですね、三位一体の神勢ぞろい、この三位一体の神が全員揃ってイエス様の地上での働きのスタートをですね宣言したわけです。でその後ね、あの変貌の山でも神の声が聞こえましたね。あの山の上でエリアとモーセが来てイエス様の話をした後に、ペトロが小屋3つ建てますからって言ったら声がして、同じ言葉ですね、これは私の愛する子、私の御心にかなうものであるというコメントが神様からあったんですけど、でそれが最後かなと思ったら、ここにねもう一個神様の声が聞こえたってあるんですね。これがヨハネの12章の28節、これは時期的に言うと、もうイエス様の十字架の直前の頃ですね、もう3年半の交渉外の終盤、終わりの近くですけども、まあイエス様いろいろ不安になったのか、お祈りの中でですね、イエス様は父よ皆が崇められますようにと言ったところですね、神様から直接天から声が聞こえたんですね。私はすでに栄光を表した、そしてさらにそれを表してやろう、もうすでに栄光を表しているけどさらにもっと次にですね表しますよって、これがあの十字架を指しているということなんですね。ですから、まあ、今までイエス様を証しする人を学んできましたけど、神様人にしたら申し訳ないですけど、もうここが入っちゃってますから、リストの中にね、父なる神様でさえもイエス様の働きの、まあ、証拠になったりですね、イエス様の働きがこの神様の御心であり救い主との働きだってことを父なる神自ら声を出して、証言されたと。ですから父なる神のイエスについての証は、地上におけるイエスの働きの頂点である人類共済の救済のための十字架での犠牲を指している。要するにイエスが誰で何をしに来たかを神様はここでまたですね声を出して、まあ、証人となったんです、ウィットネス、証人となったということです。木曜日、群衆の証で、ここもテステモニーじゃなくてウィットネスなんですね。ですから群衆がこう証人となってイエス様のことを証している。で、ヨハネに福音書はこれ、まあ、ちょっとおさらいになりますけど、イエスがご自分について、またご自分が何者であり何をするために来られたかについての大胆な発言を何度も何度も記録しているわけですね。でイエスがメシアであること、ね、メシアっていうのはダビデの家系でベツレヘムで生まれてと、いろいろありますよね、予言の中に。でそれらをすべて満たしているってことからも、イエスがメシアであるってことは明白だったわけですね。そしてですね、そのような活動をしているイエス様を見た群衆の多くが、イエス様は特別な存在だと認めたわけです。そしてこのヨハネの木曜日の子に書いてあるのは、パリサイ人とか立法学者がですね、イエス捕まえてこいって言って、この下役って書いてありますね。ね、手下を送ったわけです。イエス捕まえてこい。そしたら捕まえられなかったと。なぜかというと、いやあんなことを語る人はいないですねと。そんな我々が捕まえられるような人じゃありませんと。ね、でそう言ったらパリサイ人たち怒ったわけです。なんでそんな一人も捕まえてこれないんだ、お前たちはこの人特別な人だって言うけど、パリサイ人の中でこの人を受け入れる人なんか一人もいないよって言ったんですね。そしたらなんと、これもニコデモ2回目に出てきますけどね、ニコデモはそれをたしなめたわけですね。裁判も何もしないで人を捕まえるのはまずいだろうと、と言って暗にですね、イエス・キリストを信じているということを表したわけです。ですのでパリサイ人自身の中の一人ニコデモもですね、イエス様を信じるようになったと。ということで、この群衆の証し、イエス・キリストがですね、もう普通の人間ではない、神の子であり救い主である
そういうオーラが出てたということですね。それを群衆が認めてた、ね、それがもうイエス様が救い主である証でしょうと、ね、人々の証人ですね、ウィットネス、まあ、そういう、流れの話を木曜日で作ってます。で、金曜日さらなる研究はですね、まあ、このヨハネの6章の68節と69節にフォーカスが当たってます。先期マルコを学んだ時に、マルコは2つに分かれてるって学びましたよね。前半と後半で、その前半と後半のハーフタイムの分かれは何ですかっていうと、前半はね、イエスが何者であるかの証明で、後半はイエスがどこに向かっているかを説明した。でそのちょうど切れ目になるところがこのペテロの言葉ですね。ペテロが、あなたは救い主キリストですと宣言して、多分これ同じところじゃないかと思うんですね。マルコの福音書の前半後半を分けたのはペテロの言葉、イエスがキリストだってことを証明して、弟子たちがそれを理解して、その後イエスがどこに向かっていくかっていうことに分かれてるって学びましたけど、シモン・ペテロがね、今日のところは5000人の人たちがイエス様を恩にしようとしたのに、イエス様がそれを辞退されたんでみんな去ってしまったところにイエス様が聞くわけですね。あなたたちも去っていくのと、去りたければどうぞってニュアンスなんじゃないかと思います。でもそこでですね、ペテロがこう答えたわけですね、ヨハネ6の68、69、主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命のことを持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。多くの人が去っていった中でですね、ペテロが弟子を代表して、私たちはあなたがただ者ではない救い主だって知ってますよと宣言したわけですね。で、各時代の希望41章、イスラエルの教師たちは形式主義の虜であった。イエスを去ることは慣習や儀式をやかましく言う連中や自分自身の名誉を求める野心家たちの仲間に入ることであった。弟子たちはキリストを受け入れてから以前のどんな生活よりも平和と喜びを感じていた。彼らは長い間メシアを待望してきた。そのメシアが今おいでになったのである。まあ、証人、証ですね。イスラエルの教師たちの証はもう形式主義で、慣習や儀式をだけをやかましく言って、それもみんなのためじゃなくて自分自身の名誉のためにやってる、バレてたわけです。これが、人々の、イスラエルの教師たちへの証ですね。ところがイエス様の証は何だかっていうと、ね、イエス様と一緒にいることによって平和と喜びを感じた。そして長い間待望してたメシアだと分かったわけですね。もうその違いが決定的にあります。ですので、去っていいよって言ったって、イエス様あなたを去るとなると、あっちの人たちの側に行くことですね、ありえません。もう証が全てを物語っている。キリストの教え、また愛と慈しみについてのキリストの教訓から離れて、不信の暗黒、世間の邪悪さの中に入っていくことはできなかった。まあ、言ってみれば、イザヤの教師たちはもう不信の暗黒、世間の邪悪さにまみれてたってことです。多くの人々が主を捨てて去ったが、ペテロはあなたこそキリストですと弟子たちの信仰を表明した。自分たちの魂の怒りであるこの方を失うことを考えただけで、彼らは恐れと苦痛に満たされた。救い主なしでは暗い嵐の海を漂うのも当然だった。もうここが何ですかね、イスラエルのユダヤの指導者たちから感化を受けた人と、イエス様とずっといて感化を受けた人の、まあ、その証人の差が出ちゃったわけですね。で、これは41章の続きですけども、拒んだ人たち、イエスがご自分は神から使わされたものと主張しながら、しかもイスラエルの王となることを拒絶されたことは、ね、人々には計り知ることのできない一つの神秘であった。なんで
受け入れて王になってくれないのと。イエスの拒絶は誤って解釈された。多くの者はイエスご自身がご自分の使命についてもその天来の性格に疑問を持たれたので当然の権利を主張されないなどと結論を下した。イエス様って自信ないんだというふうにね、サタンに惑わされたということです。こうして彼らは心を不信に向かって開き、サタンが撒いた種はその種類に従って誤解と背信という実を結んだ。ですから受ける人と受け入れない人はこの差ですね。同じ事実を見ても神様に心を開いてそれを受け入れる人と神様に心を閉じてサタンの惑わしを受け入れる人ということです。ということで今日のまとめ、イエスに会い変えられてメシアなるイエスのことをより明確に証しをした人の学びっていうことでしたけど、じゃあ誰っていうと、まあ、2回目に出てきたバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネの人生がイエス様に会って変えられたということを証明している。でイエスの弟子たち、その中でも特にペテロのコメントですね。そして人間に言えたら申し訳ないんですが、父なる神様もイエス様のことを証している。そして群衆が認めて、で群衆の中でも一番固くなったパリサイ人の一人ニコデモも2回目に出てきますけど受け入れてるってことですね。ですからヨハネは福音書の記録の中でメシアに対する誤った人々の理解を変え、預言の成就としてイエスがキリストであり人類の罪を十字架で贖うために来られたお方であることをさまざまな証ですね、まあ、これは証はもう英語で言うとテストモニーとウィットネス、説明とその承認ですね、人によって変わった人、変えられた人によって示そうとしている、まあ、こういう学びを私たちは今しているわけですね。でちょうど今日でほぼ半分終わりますけども後半戦も楽しみにして学びを続けたいと思います。時間になりましたので黙祷を持って終わりにしたいと思います。恵まれた聖書の学びの時間を感謝したいと思います。それでは皆様お立ちいただきまして平行の賛美歌を共に賛美いたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今このようにして大切な聖書の学びができましたことを感謝いたします。私たちの心に蓄えた聖書の御言葉を大切にし、また明日より迎える新しい1週間あなたと共に歩むことができますように導いてください。またこの後の礼拝の時間もあなたが祝福してください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。